回してるちゃんと。回してます。はい、回ってます。はい、じゃあ配ります。はい、じゃあ私が真ん中行く。寒ね。え、今？ね。はい。これ携帯置きたいでございますね。りゅうちゃん。なんで持ってないの？三脚はりゅうちゃんでございます。あれとはに今取られとんねん。意味わからん。はい。ありがとう。はい。違うね。ここさ。りゅうちゃんにもらったギフト券に三脚はいい。もう買ってん、買い物。昨日、ちょっと待って、あかん。必要なものを買え。指が熱い、指が熱い。やばいやん。皮のない指が熱い。あ、そうか、皮ないんです。うん。はい、すいませんね。そっからはできます。あと、光るの取ってあげて。ダメだ。待って、3人しかおらんのにバーガーめっちゃある。サラダは？サラダ、ここここ待ってな、ゆうちゃんが悪いんで。チキンナゲット誰？違うよ、違う、耳ねが頭悪い。頭悪いって言われた。チキンナゲット誰？ゆうちゃん、うん、こうだよ、うん、取れそうやな。おい、どこを曲げよんねん。ほら、はい、シーベルト外していいですか？停止中なんでいいですね。クリスさん、三脚殺されるところ。はい、これは私かな。ポテト、熱々。なんかあの、コミやった？ない。お前も入ってないです。嘘やん。嘘やん。コミないところ置かれへんやんな。あ、入ってました。すいません。すいません、ポテトの方を見てました。すいません。で、何やった？俺ダブッチと照り焼きチキンフィレオ。はい。で、ダブッチ。え、どんだけ食う？で、照り焼き。え、普通やね、今日大食いちゃう。サラダのドレッシング撮影中やから大食いちゃうねんで。大食いちゃうねんで。撮影中やからって張り切るな。張り切るな。やばくない？バカチン。これ大きいの絶対リュウちゃんやな。じゃあ夜大食いにしようか。やめて。みんなサイズ一緒やん。一緒やん。光るのちっちゃくない？夜大食いにしようか。いや、大食いや。お腹やっと調子良くなってきたのに。はい、私さ、コーラ箸ください。フォークですかね。はい、フォークですかね。どうも。はい、いただきます。いらんもん頼んでもた。うん、シェイク、うん、デブカツやん。カメラにあんまり映らんような位置で食べるわね。うん、ですね。そうなんです。はい、二人写っとってね。いつマスクなるぞ。こっからガウスにするから全部、うん、え、いつ マスクなるぞ。今今ちょちょ、動画で動画で、うん、治ったら治ろうかな。うん、直さないかんとこいっぱいあるからな。まず性格やろ。ちゃん、え？え？いろいろガタくんねんで。性格やろ。すごい。これ見て、ほんでな、うん、爪浮いとうところ全部爪切ってくれって言われて、うんうんうん、切ったら見てもほら。やば。ないね。うん、耳ねえが爪短いの久々に見た。どうしたの？もうないね。あ？いや、痛くないねんだから。どうなの？もう何？炎症起こして傷になってるから。うん、自分の皮膚の感覚はないねん、もう切っても。そうなん、どうでもいいねん。いただきます。どうしよっかな。すごいで、昨日あの、うん、えっちゃんにもらったあれでアマゾンのギフト券で1万円分な。これ1万円もあった。うん、3人で1万円です。うん、あの、配分はミミちゃんに任せますって言ってくれたから、うん。うん、3000円ずつな、言うて。うん、頼んで、うん。うん。ちゃんと猫のものと私のものも頼んで、うん、1万200のまで。うわ、すごい。すごいやろ。うん、えっちゃんありがとう。えっちゃん、届いたら多分私らは紹介する。私らの前で。うちにタレめっちゃついとる。うん。タレ拭こうと思って。ちょっとこれカット。はい、カットオッケー。
ミネの口に凄まじいタレつぶどうか許すぎんだって普段のやつでしょ。普段のやつやのに、普段のやつやのにカットしたかいやん、それ。これはちょっと、それが普段やないかい。それはちょっと恥ずかしいからね。そう、サザエさんでもカットはしようかな。はい、絶対ドレッシング足りんよね、マック。嘘。なんか降った、降ったわ。大変。今日は形が整ってる。何しとったん午前中。午前中洗濯と、とは言ったっけ、今日の布団にルー君が引っ越した。ああ、うん、そうだ、うん、布団とシーツが乾いたからそれセットしたり、あとあのロボ掃除機を5分でぐちゃぐちゃになったから、お掃除して、ね、あの普段の様子を作ってました。そしたらね、あの、あのお好み焼きの日よ、うん、みんな同時に到着したやん、うん、で下で珍しい3人、子供ら3人やったから、うん、動画回しとって、うん、テーブルの上に心くんが塾のなんか名前が書いたハガキ、うん、自分の名前が書いたハガキを表向きに置いとって、うん、途中で気づいて裏返してもらってんけど、うん、前半半分ちょいぐらいまで全モザイクか。そう、ずっとモザイクで、うん、ずっと動かしててもっと早く気づけばよかった。あとあれやろ、荷物もやろ。荷物もやろな、うん、大変だっちゃ。大変だよ、モザイク。ゲーセン行った分のモザイクさ、できるだけモザイクがあんま好きじゃないから、うん、カットすんでんの、うん、でもめっちゃ盛り上がった。モザイクしたらモザイクに目いくもんね。そうそうそう、モザイクでもめっちゃ盛り上がる時にめっちゃなんか見てくれてる人もおるわけ、うん、もう歌ったやみたいな、うん、ほんとかしいな。だから私うっすらガウスにして周りと ぼやけるようにはしてるで。うん、ガウスない、うん、めっちゃ目立っちゃうよね。うん、ここするとで、モザイクにするのかガウスにするのかみたいな、うん、どうしようと思う。言ったらセンサーかガウスかやろ。あ、そうです、うん。うん、今日はブログ撮ってます。え、一日ブログ。あ、そうなん、うん、これ撮ってないけど、これこれ普段のやつでいい。綺麗で撮ってみた、うん、あ、うん、うん、君チーズやって。え、秋といえば月見でしょ、うん、最後にバーガー食べるの、うん、ポテト食べてないまだ、うん、特命、うん、卵が入った、うん、うん、うん、ふんね。一日1個はな、卵食べなあかんね、うん、はい、タンパク質で。なんでゆうちゃんそのゴミここ置いたん。何してるの。違う。私が多いじゃん。こんなの入れたら俺。あ、じゃあティッシュについとった。何やってんの。で、人のとこゴミ置いとんの。それもし置いとったら分かるでしょ。分かる。この前 YouTube で面白い動画あったで。何？2030年の、うん、何？歴史。2030年の授業のホームルーム、朝の会みたいなやつで、うん、ほらみんな席来てよ、今日は〇〇がコロナで休み、うん、第何波のため、第30何波のためとか言って、うん、みんな午前中で帰るようにとか言ってやってる人がおったよ。
どうなるんやろな。そういう未来もありそうやなと思って。うん、ダブルチーズバーガー、これが一番うまい。結局今日さ、うん、バーガー2個食えるな。バーガー、え、2個目、それ3個目ちゃう。1個目やで。ポテトはリュウちゃん半分食べてな。私今頭洗うときこうやで指こう。あれ買ったらいいやん。どこで使ってるの。買って買ってどこに売ったん。でもほんま髪に取ってよかったな。よかった。うん、うん、無理よもう、うん、髪の毛がもうすれで痛いの、うん、乾かすのも洗うのも。くぐるんとかも無理なんじゃん。無理、うん、痛い。何もせんでも腫れとんもんな。そんなツムツムできへんやん。ツムツムだからできへんね。なんか私が言って取る今タイミングやろ。なんか親指だけ出てないからポトテヨができんねん。すごくない？だってホールドは？ホールドはこれでやるけどあんまりやりたくない。ホールドそんな使わへんやん。ホールドボタン変えたらいいやん。いやもうそんなんない。そう、ほとんど使わへんから。長い棒あったら置いとくぐらいやから的に。ほんまや、りゅうちゃんのコーラでかい気がするね。なん一緒一緒。貸してん、りたろう。一緒やん。で、その中にあのバニラのあれシェイク入れたらバコーラのフロートになるんかな。入れてみ。いや、コーラ。まあ。移植完了。はい。あとさ、最近白米っていう YouTuber めっちゃ見に行ってる。白米？うん。検証検証みたいな。はあ。めっちゃおもろくてさ。うん。大体アンチが飲んでた。うん。アンチを目指してるんかなっていう感じ。アンチを集めてるんかなって感じ。うん。動画出しとんねん。うん。あの。何々って本当？検証してみようって言って、うん、知らん？あ、検証ってそっちの検証？うんうん、で今日見たやつは、うん、あの大体は例えばなんか何実験しんすんねんけど、うん、いやほんまにほんまに実験すんねんけど、うん、今日見たやつは、うん、ボールペンを普通に書いても文字は書けないけど蓋を開けたボールペンじゃない普通のペン。ペンの蓋を開けたら文字が書けるって本当？って言って始まって、うん、うん、あーやってみようとか言って、うん、当たり前のことをすんねんけどでそれもありやなと思ってありなんかまあ再生も回ってるからな。へえ。アンチ多いん。あ、そうなの。境アンチが多い。え、でもそれがくだらなすぎて面白いんやろ。うん、そう、うん、今だから白米めっちゃ再生されてると思うよ。ショート人気急上昇中やで。登録者はほんとね、うん、白米19万人。へえー、すごいやん。全部ショート？そんなことない。普通の動画もある。7割ぐらいショートで、うん、普通の動画もあるけど。もういらんの？全部検証系。今日のポテト美味しい。うん、美味しいな。うん、ほんまにいらんの？うん、食ってないやん。食べた食べた。ダイエット中やかな。なんで今がダイソー行くの？うん、ダイソー3分買い放題？3分は無理。ダイソーはゆっくり見たい派やわ。
あの5分企画がもう死に物狂いやもんないつもな意外と変われへんよな意外と無理やほんまにあの走り回らない無理よね絶対変えてないものがあるそういう企画する時に限って、うん、いらんもん買うているんかってないそうやな、うん、なんでやろなあのダイソーでさ買い物して家帰ったら買うの忘れたっていうのが絶対1個あるもん何やろなあれ思わへんメモして書いていっとってもなんか忘れてるあるあるやでメモして買って行って、うん、道中にあこれも買っとかないと思うねんけど、うん、それをまた帰りの道中で思い出すあ、買うの忘れたなんぼでもだからいるものがあるってことやん、うん、すごいよなだからダイソー流行るんやろな違うなんか行ったついでにも買っとけみたいなのもあるやんこう消耗品とかさ、うんあと朝オレンジピール巻いてきたウルトラオレンジなあウルトラオレンジ商品に変えとんな何の話が分からなかったしでもな1時間ぐらい放置したら洗わなあかんねあそうなあの帰って洗わなあかんねうん頑張るわなんか手袋してやろうダイソーで手袋買ううんじゃああのなで手袋買わんと買えてくるねあのさ料理するときにさ掃除用のゴム手してさガボガボやってフィッティングせえへんからさ、うん、めっちゃ切りにくいって、うん、包丁でも切って毎週言うとったやん、うん、それがあのピタッとフィットするかこう医療用みたいなやつの箱が売っとったんよ、うん、どこにドラッグスに、うん、買おうと思ったらさえ100枚も入ってなかったんちゃうかな100枚ぐらいかな一箱な、2980円すんねんよ。それは無理と思ってな。どっか。でも、それがあれば、お風呂の時もピチッとできるから、うん、それで頭も体も全部洗える。うん。いや。大気、ホームセンターの方がいいんちゃうか。そうな。うん。びっくりした。むしろ1日つけといたらいい。え？ゴムあかんねん。だからゴムもアレルギーやねん、私。そうか。うん。ややこしいね。ゴムアレルギーやねん。バンドエイドとかかぶれんねん。そうなん、うん、バンドエイド怪我したところじゃないところが今度かぶれてくるから怪我が広がるからバンドエイド貼らへんほぼ貼らへん自力で直すんせやなあとあのほらなんとかパッドみたいなやつあれはいいいやあかん傷パワーパッドだそうそうあっちの方がなんか傷の治りは早そうやんだから1日で剥いで荒れる前に剥いで前ってそうそうそうかゆに起きたらハグみたいな変やな変やねいや変やろ昨日と動画見ても思った自分で、うん、私って変なんやなと思ってそんなに納得せんでいいと思うけどなもうちょっとえもうちょっと否定しいい私がめちゃくちゃ強い反面だから耳根が全部取ってったやなアレルギーというアレルギーそうやな、うんいろいろあかんな、うん、光る全くない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 頭皮から皮膚から何でも強いでもあ日焼け焼けるちっちゃい時はでもあれやってんで髪の毛くくったのにこう髪の毛にあのほらこう櫛の反対でちゃ触られるんが嫌だっけそれをな触れるんが嫌やって言わんと痛いって言うよってんだからもうこの子には何もできひんわって私思っとっていや触られるんが嫌やそうナナハに当たられるんもちょっと嫌嫌 やな、うん、そういうなんか面白いとこあったな痛いって言うねんあれほんまに髪くくるとき痛いしやろないや引っ張ったら痛いででもヘカラの場合ほんま
こうやって当たっただけで痛っていう子やって小学校の時な。あの串の溶かし方がわからん。何？上持ってこうや。うん、もつれた男の。普通にやったら痛いって言われる。それは痛いや。そら痛い。あれやろ、スズメの巣みたいなやつやろ。そう、あれ治らん。そら痛いよ。でな、りゅうちゃん、はい、あのシュッシュつけすぎ。匂いがそればっかりになる。何シュッシュって？髪の毛のシュッシュ。え、食べたいね。ん？つけすぎて、あれか、匂いのあるやつだ。寝癖直し。食べたかった。心は寝癖直していきよ。まったく直したり。このまま生きよるで。嘘やん、直したりいいよ。だって本人が気にしてないんやもん。気にしろよ。気にさして。すごく気にしとったら歯磨きとかなんかいろいろもうちょっとちゃんとそうやで、もうちょっとちゃんとしとるわ。歯磨きも未だに言わなせへん。なんだか、うん。でも菜の葉も昼ご飯食べて、うん、学校終わって帰ってきて、うん、歯にめっちゃ黒につるって、うん、あんた昼からそれでおったん、うん、とりあえず今すぐ歯磨き。まあ菜の葉はしょうがない、うん、あの4年生5年生ぐらいになったらご飯食べた後トイレ行ってこうやって見るとか、ちっちゃいミラー持って行って見たりするわ。色気づかなあかん。要はないわ。ないわ、まだまだだわ。はよ、色気づいてくれ。はい、という動画でした。はい。20分あるね。うせやん。切って。